皆さんこんにちは、ペソでございます。五胡将軍で戦う三国志2のシナリオ5、10回目ですね。やっていきましょう。バリオさんに起こすか、あ、角井さんの方が低いんか。はい。で、法政さんのとこお金がないのね。1000ぐらい持っていこうか。で、格輸資産で、あとは捜索はいるんか、誰か。ああ、いないのね。違う。ああ、っていうことはいないんだ。じゃあね、ちょっと調べて。あ、監督さんじゃない、海越さん。うん。お、来た。まあまあ、あんまり高くはないけどね。これも小遣い一発でほぼ100になるから。で、この兵力を、大平さんに渡した後は、助手さん、松園さんに持たせようか。訓練度は、48か。じゃあ、訓練はさせたいから、ちょいともったいないけど、助手さんに、松園さんに持たせておきましょう。はい。お子さん来たら嬉しいけどね。ああ、ダメ。じゃあ訓練だけやって。はい。まあまあこんなもんやね。次は、まあまあどっちやろな、装飾さんあたりでもいいんだけども、早急さんにしましょう。はい。で、よしよし。はい。で、次はどこ？ああ、ここか。揃ってるのね。商人はいない。
瀬さんのところは、ああ、ここやっぱいない。まあ、グホンさんあたり上げて、まあ、リーさんもそうやけどね。
で、チョロさんとリュウヨウさんをね、送ります。あ、大丈夫やね。おいさんもいけるかな。あ、いけたいけたいけた。あとは厳しい、うん、はい。その前に、うん、で19一応上げといて、はい、カオンさん、1万残しただけいいので、53,146、はい、レッツゴよしよし、監督さんも捕まえた。素晴らしい。休養期さん、うん、さっきああ馬長さんにあげようか、また。
さあ、ここは、国力さえ上げちまえばっていうところで、お米もそんなにね、金のバル1059あるか。ちょっと強めにいきます。2人しかいないからね。まあまあ本当はあれ、なんだ、動ける人がおれば再編成したかったけどね。はい、おお、もらっちゃおう。はい、では、今回もちょっと早めではございますけどね、月替わりしましたんで、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。